研究の出口で発見で一応プテフジが出てってる研究から3人で、あれクルーか、クルー、え、じゃあどういうこと、弁当おかしくない、そうそう、だってアルマが研究室にいて死なないでっていうの変じゃない、え、じゃあどうやって死んでんすか、おー今日は全クルーだ、はいお願いします、今回はクルーメイト、おまねろ、ナイスー、どこ湧きなのちなみに、ドロップシップ、え、ドロップシップでタスクないわ、本当に嘘じゃない、いや嘘とかじゃなくて、やっぱりそうサクッとできるところがないもう押したいんでしょもう、うん、まあそういうところ、うん、もう今日はノリで押したいんでしょ、もう今日は俺が押す日だみたいになってるんでしょ、もう使命感みたいな、そういうノリなのかなみたいな、あーくそだ、ういねえ、超イボだ、神ボすぎ、神ボね、最高でーす、おぉ左にタスクがない、はい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 、はい、誰か近くにいるのか、どうだ死んでるか、おお、いやー死んじゃったか、まあ不死身は隠しろかな、なんか覗いてたよ、ね、隠しろなんだ、隠しろっていうかキルはできない、覗いてたと言われて今ぎくりとした方、タロちゃんあなたです、タロちゃん、あーちゃん、どういう、どういう主張、タロちゃん、ガミさんをボタンの左側で切ってから押していました、タロちゃん、タロちゃん、その主張するの藤宮くんだけ、まあ藤宮は望遠鏡ずっと見てた、僕の後ろで見てた、ね、まあマットかなこの主張は、キルはできないよ藤宮、あ、だからそのマットっぽいなと思って、ミーティングはね、うん、僕しかやなかったんで、まあタスク終わってて多分僕のクルーメイト見えてるからこの称されてるんで、他に左でガミさん見ましたみたいな人いないんですか、逆に右で見てね、右で見てないよね、いや俺結構ね安易に僕ずっと欲しくなくって、はい、望遠鏡の周りって牛宮くんだけだった、あるあるまんまいたね、そう、他の人は見てないから望遠鏡見てない、見てないね、見てないんですか、ずっと直してた僕、通信は私、通信はネロちゃんだね、ネロちゃんの通信のその奥とかにも死体はなかったから、いや多分ねこの偽装めっちゃ強いから、単純にミーティングで覗いてるのは本当で、え、慎太郎他に死人ないの、そのガミさんとかじゃなくて他の人に見られたりしないの、他の人はない、会ってねえんだ誰とも、キッチンガン浮きです、ずっと釣りして、釣りしてミーティングでボタンだからなんもないね、みんなどこ行っちゃうんですか、どちらも見れてないんだよねこれ、死人がね、ブリガミどっちもね、まあ俺はガミさんミーティングにいたから、あ、明夜研究室、ね、うん、ゲンさんどここれじゃ、私最後キッチンに入ってるんで慎太郎さんと会わないのは不思議でした、どういうルートですか、ドロップシップではいて、カフェスプラッシュキッチンって順で、これごめん、アルマトマオジはどういうルートで店舗行ってる、これ僕は通信室脇ネロちゃんと一緒でもう最初からずっと直してます、ね、あ、オッケーオッケー、僕脇キッチンです、ダイエル、キッチンは僕と高田さんじゃね、その前のターンネロちゃん、え、その前のターン、前のターンネロちゃんと俺が釣りしてたと思うんだけれども、その釣りの続き残り1匹やって焼いた状態からダイエルです、はい、これ僕釣っ
釣る場合は藤宮くん以外の容疑者を一人釣ってください。まあ俺浮いてるんだけど、とりあえずなんか温室付近のキノコ、あ、これ本当にね、あの負けます。それ僕、それ僕。藤宮くん待ったらと思うから。釣って？うん。容疑を釣って。もう一枚釣ってもらえます。はい、そうだよ。高田さんとキッチン脇だと僕思ってたね、2人でね。だからお前さんはいなかったと思ってんだけど、あれでもキッチンにはすぐ入りました。じゃあ焚き火やったかもわからん、まあまあまあ、どっちかですね。まあまあ何でもで、左上にタスクは 1個もなかったんで、道中のそのジャングル温室原子炉みたいなその全部のキノコを踏みながらタスクをこなして、で誰とも会ってないから僕は左上とかで死んでるんじゃないかと思ってんのね。いやあのね、ジャングル温室とかっていうルートじゃないの。もう温室の横がついたと思ったら温室の上ついて下もついて右もついてとか、なんかもうブワーってずーっとガチャ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 ってついてたから人外おるなと思ってたんやけど、多分それちゃんと僕です。あの意識して踏んでたんで、うん、意識して全部踏んでた。温室上側とかも、あのちょうどタスクがそこにあったから温室上側通って、温室右下のやつ踏んでから温室タスクやって、右下のメロディータスクやってから踏んでみたいな感じでもう全部踏んでた。だからそれは僕だと思う。だって室脇って言います、あなた、うん、俺と藤宮の室脇 でジップから登れる人って言います、さっきのターン。あ、てか麺屋さんが一応通信まで入ってんのか。いや、てかなんかね、通信あ左側、うん、なんか誰か通信直してるみたいなこと言ってなかったっけ、ネロちゃんが。俺が直してプテが来てるんだけど、なんかプテはそのジップで来たように見えちゃってるぐらいには、そのなんか左側から来たのね。ジップの音聞こえてないから多分乗ってないと思うんだけど。え、それはないな。まあ端っこから来た人だったらちょっと変だと思うよ。左側来てると思うよ、プテは。俺ね、どこ釣ります。ネロフジキルできないと思うな、うん、あれマシンは、うん、まあ俺視点アルマも無理だと。俺が行った時にはもう最悪マットでしょ。藤宮は最悪マットしかない。まあ、僕人外の場合、僕釣ったら負けなんで。そうそうそう。うん、高田さんってどこいるんでしたっけ？慎太郎さんは人外だと思う。さっきの時は、原子炉の右階段付近のなんかどっか、ちょっと細かい位置忘れちゃった。あ、じゃあずっと助かってたってことですよね。まあ、さっきのターンさ、初動ぐらいでさ、温室の下の先の方ポンポンって踏んだのは、それはプテ？初動、そうっすね。僕タスク1個もしてない。初動っていうか、まあ中盤ぐらいかな。まあ、うん、タスク1個もせずにそっちまで行ってるから、多分僕だと思います。プテタカってでもその辺で走り回ってるってこといいんですよね。だからそう、俺は走り回ってないよ。プテが走り回ってる。僕が走り回ってるらしいけど。うん、でもまあ、3進だったらその辺のお肉はないわけですよね。ない。だから左上かなと思ってる。スキップです。僕もスキップ。俺はプテ入れた。プテもピューさん入れた。原産入れました。あぶねコミュー。え？はい。今研究の右下のキノコ踏んだ人じゃないですか？今っていうか出てたのは僕だよ。踏みました？踏んだよ、研究の右下は。あと研究の出口で発見で、一応プテフジが出てってる研究から。ええー。ネロちゃんしろ。はいはい、あるプテフジが一緒にタスクやってて研究室の中で、うん、で僕だけ最後まで残ってて、で出たら藤宮の死体。正確な位置はあの研究室の出口のあの角っこ左の。ネロちゃんってさ、ごめん、今通信直してると思うよ。うん、展望は稼働してる？してない。あ、そう。え、アルマ視点でさ、うん、僕は今あの展望台と温室の間のはしごを登ってるところなんだけど、展望とあの、あ、左、そうそう、はい、あの、そうそうそう、そう、はしごのね、登ってる真ん中ぐらいなんだけど、
藤宮と僕ってどれぐらいの時間差があって出てたの？僕は最初に出てって、あわかんない。どうだろう。藤宮ってなんかあの卵のとこにいたよね。あそうだわ。いやでもどうだろうな。昨日いやまあまあまあ際かったと思うけど。キノコのさボフは消えてたの？発見時には。いやついてた。ああ。じゃあ踏んだのは僕で、そのキノコにじゃあずっと待機してて、藤宮が入ってきた瞬間に切って、アルマがレポその後ろからレポートしてるみたいな感じ だと思うよ、僕がやってる時はね。なんでプテさんが死なないんだろうとは思う、強制だったら。うん、だって僕登ってるからね、展望に。だから今多分犯人いると思うよ、そこに。いや直近だったら藤宮はもうちょっと移動してないと変。ああ、そうなんだ。だと思う。確かにね、そういうことか。で高田さんって今展望の中に入ってますよね。いや俺鉱山の中だよ。あ、鉱山か。高田さん無理そうってこと？無理そうやと、無理やと思う。ごめん、シェリフ、まあ、無理なんだ。シェリフで高田さんに白出す。で、源さんから俺に白出てるから。はい。僕は浮いてるけど、ミーティングの左上で、ボタン待機してる。慎太郎で1インポスター落ちてると思ってる？うん、まあ、タスクでもいい。タスクがいいかな、タスクをお願いしたいわ。もう終わってるから。プテつってもいいかなと思っちゃってる。プテつってもいいと思ってるけど、これは。お、二郎ケアでするの？うん、二郎ケアってかもう確実に二郎ケアは関係ないかな。なんかやっぱオンス周りのキノコのやつ変だと思うんだよね。まあ、思っちゃいますよね。慎太郎どうしようと思ってるか、タスクがいいと思います。おお。ああ。アルマ人おもろい展開になった。おもろいね。荒らしたね、虫脈。やっぱインポスター現行犯したらこれぐらいしないと。難易度調整ね。何したの？バランス調整。何したの、藤宮は。いや、シェリフでね、プテを切ってんの、後ろで。多分気づかずにそのまま。ああ。わかるか。盾だから。マットとかじゃないですか。あれ、クルーか。クルー？新太郎側が。荒らされたわ。いや、シン様がクルーだったら、藤宮がマットで殺されてて、意味わからん番組。意味わからないキルと追っちゃってるよね、それって。ちなみに昨日のスキップ2票は僕、僕とプテさん。プルあるんだ。いや、多分俺プテ入れたか。いや、入れたの。え？プテがクルーの場合、アルマにしかなんなくない？いや、アルマは切れないんだよな。いや、てか僕、初手切る絶対無理だよ。藤宮からも白出てるし、2キルの時にアルマ入ってなのか。初手切るも俺からも厳しいと言える。え、じゃあどういうこと？弁当？ん？いや、どの道無理無理。だってアルマが研究に残って、プテが出て、プテフジが出てって、アルマが出た時に死んでんでしょ。ああ、そういうことか。まあ、ベントキルはあるんじゃない？確かに。ベントキルはあるんじゃない？え、ベントキルキルだったら僕が死ぬ。おかしくない？そうそう。だってアルマが研究室にいて死なないでっていうの変じゃない？原産ってどこでしたっけ？通信で、ネロちゃんが直してるのが見えてます。で、メイヤさんは？俺はビーティングタスクで行け、タスクで焼けだからはなんか出るんでしたっけ。いや出ない。ね、左でキッチンでプテフジと湧いてるぐらい。これでもアルマは俺追わないよ。まあそうなるっす、ね。いや、てかスキップ投票の意味が分かんなくなる。アルマさん陣がやったらいい。アルマが陣がやればいい。そうそう。てかプテさんをが僕はマットだと思ったんですよ。だから釣らなくていいと思ってスキップした。うん、プテさん釣ることによって30秒減って、うん、タスクが無理って言われる方がなんかあれだから、インポスターの時にスキップする意味がなさすぎるから、あれも追わないけど。え？じゃあどうやって死んでんすか？まあモヤをプテさんが踏んだ時に、プテさんは多分右か上に抜けてるからそれ以外の方向から入ってきて、だってプテフジで一緒に出たって言ってもらった？一緒にとは言ってない。うん、プテフジ。そんなに差はなかったとは思って。いや、プテ、フジで一緒に出て、そのタイミングでプテ、フジで出てってるんだったらさ、絶対にプテがすれ違うか、フジミヤ、もっとさ、キノコが踏まれてるから、え、プテ、フジ、どのぐらい、どのぐらいのペースなの？いや、まあ、ちょっとどれくらいかははっきりは言えないけど、ああ、なるほどね。今、タスクで、プテが見そうじゃね？普通に。はい。タスクで頑張りましょう。まあ、負け筋って大またがしかないと思うから、てか、タスクでいい気はする。え、てか、見ないっていうか、あれでしょ。もやの中にいたんでしょって思ってるけど、うんうん、タスクでいけるかな、ちゃんといけんじゃない、終わんないとか言い出すかな、大丈夫かな。
おまおじさんとか言いそう。うん、おまおじさんが言ったらでも。じわーって。終わらへんわ。ごめん、釣りまだだったわとか言って。いやでもクルーでも言ってそうだから。釣りやったって言ってたから。通りそう。釣りやった言ってたからな。うん。上部のあれがまだだ。あれ？高おまじゃないんだ。あ、シンプルおま。うん。マットは原産。マット高かと。ああ、もう死んでる。いいよ。最速切る。最速切るし。2切れもワンチャンあるか？いけるんじゃない？あ、あ、走った。いやー、誰も来たわ。なるほど。アメヤさん行った。偉いな。走ってますね。これはバレちゃうね、かも。あ、え？あれ？ああ。通信？通信で死んでますね。か死ぬほど前かな、どうだろう。タスカ終わりました。終わってます。もう終わります。もうちょっと。もうちょっと。もう一回。今手元に入力したんだね。俺。お前さんね。あんま意味ないけど俺。タスクまあ終わると思います。これね、あ、でもどうなんだろう。高田さん目線って誰になります？アルマってね、通信に米沢のアルマに上がってってんのよ。俺交差してて通信から降りるときアルマが上がってるから、うん、なんか下冷えてんのかなとかって思う。メイヤじゃない気してきたのってか、うん、だってメイヤが死体を冷やしている状態だったらもう1キル絶対取った方がいいし、通信だってアルマが通信直してるの高さん見てるんだよね。おまわりさんしてるの絶対弾いてる。見てない見てない見てない。通信が上がってってる。直してそうぐらい、まあ行ったからいるんじゃないかなっていうぐらい。おまわりさんしてね、多分俺が無理になると思う。俺は展望におまわりさんを置いて通信上がってレポートで、その間に通信が直ってないんだったら、アルマはもっと早く死んでる。そうね、メイヤっぽくないなと。良くないですね。うん。高田さんって初できるの容疑者でしたっけ？いや、高田さんはもうあのオマから弾かれてるから。俺が弾いてるから無理。シェリフから弾かれてる。でも私してネロちゃんができないんですよ、さっき。だから多分戦う先ってメイヤさんしかないと思うんですよね、ゲンさんは。もしか。まあでもタスクでいい。タスクでいいんじゃないだと思うけど、タスクでいいと思います。タスクでいいっすね。まあ、原産が人外だと思って最初あの1票入れてた時に入れた理由は、慎太郎の情報を出すのが遅かったなっていう。慎太郎と対抗しに行くのは情報が出てから、原産の位置、自分の位置を聞かれてから出したから、慎太郎が人外なら原産も人外っぽいなって思ったって感じかな。まあ自然な推理ではあるけど、あのタイミングで必要はないと思いました。まあタスクいけんだよね。いける。はい。さすがに名役のセリフはかなり多い。意味なさすぎて、意味なさすぎると思う。俺も勝てないから絶対にクルーでいいかなと思っちゃうけど、ね、素晴らしい難易度調整だ。さすが調整して、でもちゃんと勝つんだ。ギリそれタスク止めてもっとハードにしたい。ハードにする。タスクやめてね。タスク早いな。タスク終わっないならもう絶対おまおじさんが主導権握れるでしょ。うん、いやいや、ハードモードだから。きついって言えたけどな、お前さん。ね、言えばよかったね。いや、終わらんわ、でも。お前さんのキャラなら。どうしよう。キャラならいける。キャラ上。おぉ。わーい。ありがとう。いやー、斎藤。惜しい。あ、セリフ乗っ取りか。藤宮が僕を撃ったらしいですよ。なるほど。え、なんて？僕のことを撃ったんだって、藤宮が。あ、なるほどね。そうだよね。意味わかんないもんな、マジで。うわ、応援だった。なるほど、なるほど。え、もやの中で撃ったの？いや、もう、いやいや、あの横で。出入り口だよね、あれ。そうそうそう。あ、出入り口ぐらい。そりゃ、そこ。早かったか、みんなが。まあ、確かに意味わかんなかった。そういうこと。いや、だってさ、絶対プテがさ、犯人とすれ違わないと出入り口で死んでるって。そうなんです。絶対プテ見るよって思ってる。藤宮かなんかな、変な動きして。あー、あー、そういうことね、ぐらいじゃないかね。でもアルマもさ、死んでるからさ、どういうことこれ。絶対最高やろって思ってたけど。いや、プテさんは僕も結構マットだと思ってた。うん。
意味わからんと思って。本当にただキノコを踏み荒らしてたんだ。あ、そうです。ポコポコ。すごい踏むやつ。ここにいるよーって。多分それ僕が踏んでるかもしれない。あ、そうなの。キノコは。なんかでもバーッ。慎太郎もいたんだ。ずっと誰かが踏んでたからなんだこれと思って。そうそうそう。あ、そういうことね。